山口敏太郎です。山口敏太郎日記、ちょっとですね、関東から岐阜に移動したりしてですね、バタバタしてしばらくつけてなかったんですが、今日は久しぶりに何件か気になるメモを取りたいと思います。まずですね、私はこういうふうに YouTube にいろいろ記録を残していたり、ブログとか Twitter に何かメモを書いたりしているのはですね、取材メモなんですね。取材の一環なんです。よくですね、YouTube の画像をもっとエンターテイメントで面白くしてくれとかですね、ブログをもっと頻繁に面白い記事を上げてくれという要望があるんですが、有料サービスであればある程度希望は叶えてあげたいなと思ってるんですけど、どうしても物理的な時間の問題で不可能にはなってます。で、この山口敏太郎日記も自分のなんかこう記録考えて、こういうことをその時考えていたなという記録のために残しているところがあります。ブログもですね、こういう事件があったなと覚書として書いているところもありますし、ツイッターもその都度感じたことをメモっているというものがあります。ですから、取材メモを、オープンにしているというふうに思ってくださればと思っています。だからブログとか YouTube とかツイッターで僕が書いたこと、メモしたこと、記録したことっていうのがいずれ本になったり、いろんな読み物になったり、番組の企画のヒントになったり、イベントのとか町おこしの何か材料になったり、発想の元になったりしてるなってことを分かっていただければなと思っております。基本、あれは公開日記、公開取材メモという感じですので、山口敏太郎の取材メモをオープンにしてるだけなんで、あれですね、何ができるかなというような感じで見ていただければ幸いかと思います。最近ですね、僕かなり老化が進みましてですね、毎年老化が進んできてるんですけど、おかげでかなり目が悪くなってます。ですから目つき悪いというふうなご批判もあったんですが、こうしないと見えない時がありますので、にこやかな顔でなくて、こうじっと見ちゃう目つきの悪さというのは、ご勘弁願いたいなと、ご容赦願いたいなというふうに思っております。それでいくつかありますけども、今日郡上踊りに行ってきました。で、盆踊り、僕は阿波踊りが盛んな徳島で育った人間なんで、すごい基本的に好きなんですね。で、子供の頃から阿波踊りをやってみましたんで、盆踊りとなるとすぐじっと観察して勉強して、すぐその場で踊りたくなるんですね。犬山で、一昨年やった時も踊りましたし、今年も郡上踊りをじっと見て勉強して、その場で覚えて踊りました。かみさんはいきなり覚えて踊ることはできないと言ってたんですけど、やはり阿波踊り魂がある自分としてはすぐ盆踊りを踊りたくなってしまうというのが現状です。で、盆踊り、これ亡くなった、身内とかご先祖の霊を、お迎えするお盆の、先祖霊への供養、の儀式の名残であるということは皆さん当然ご存知だと思うんですけど、今日郡上でですね、割と真っ暗闇の中にちらほらと夜店の幻想的な光がある中で踊ってみて思ったことなんですけども、これはなんか生きてる人の怨念とか苦しみとか憎しみとか、そういうものも浄化する役割があったんじゃないのかなと。で、今もですね、現代人のその憎しみとか恨みとか、そういうものを浄化してるのと。死者への依舞だけではなくてですね、生きとし生けるものの、恨み、つらみ、妬み、そしてストレスみたいな様々なものをですね、こう盆踊りで浄化する、浄化装置だったのではないのかなと。で、見るとですね、割とヤンキーみたいな子が派手な着物を着て軽やかに踊ったり、ギャルみたいな女の子が一生懸命覚えて踊ったり、やっぱり年齢とか性別関係なく皆さん楽しく踊ってますね。外国から来れた方も喜んで、中国人とかアメリカ人らしき人も踊ってました。なんかいいなと思いましたね。なんかこう人間同士、こうね、こう狭い地球で角を突き合わせて生きてる中でいろんなものがたまります。それを盆踊りとして流してしまう、川に流す、精霊流ししてしまうというところが、なんとなく日本のお盆という感じがして僕は良かったですね。僕は水に流すということがすごい好きです。
いつまで持ってても、川がせき止められゴミがたまるだけですね。いろんなものを流していかないといけないのかなと。ですから、まあ盆踊りというのはですね、江戸時代、明治時代の夏フェス、そして、夏フェスこそ、盆踊りの正当な子孫ではないのかなと。で、現代でも盆踊りは夏フェス的役割も果たしているし、現代人のストレスの解消システムにもなっているという感じがしました。大変面白かったです。